1948年、池真理子は京都府生まれ、ジャズラテンフォルクローレの歌手、宝塚音楽学校卒業、愛称はアイク。なお、サインや、後年のテレビ出演のテロップでは、池真理子となっている。宝塚歌劇団24期生。宝塚歌劇団財団時の芸名は、三日月宮子である。1917年1月2日、京都生まれ。 生後6ヶ月で父が亡くなり、母は女学校教員となったため、祖父母の手で養育された。ミッションを女学校卒業後、母の勧めで1934年、宝塚少女歌劇団に入団。同期生に天木月子、宝友子らがいる。三日月宮子の芸名で、生学選科に在籍するも、一向に目が出なかった。友人に誘われて、初めて行った。 東山のダンスホールでジャズの魅力に虜になり、親族の反対を押し切り、1937年に宝塚少女歌劇団を退団する。その後、東山ダンスホールで歌コンダクターとして人気を博するも1940年ダンスホール閉鎖。その後、三島一世、一式孝一郎の推薦で佐々木俊一のうち弟子となり、翌年ビクターから、 君と別れてでレコードデビューする。さらに第2弾、青いリボンのお嬢さんも吹き込まれたものの、リボンが検閲に引っかかり発売中止に。そのことなどもあり、日地区へ移籍。異問単員として全国を回る。終戦を迎え、レコード会社でも早速アメリカ調の曲を発売することになり、池に白羽の矢が立ち、コロンビアから改めて、 愛のスイングでデビュー。大ヒットし、スイングの女王と呼ばれるようになり、その後も、センチメンタルジャーニー、愛の散歩、ボタンとリボンなど、洋楽、または洋楽調のヒットを連発した。特に、ボタンとリボンは、歌詞のボタンズボーズを日本語読みで、バッテンボーと歌って、流行語になるほどヒットした。私生活では、作詞家の鈴木アランマサルと結婚し、 カズメを儲けるが、1959年離婚。1960年に渡米。娘を知人である、米人夫婦に預け、全米各地を回る。8ヶ月後、ラテン系のシンディズム、パチャンガお土産に帰国。そして、ラテン音楽に目覚め、それから8年間ラテン2000年。1965年、ホートモコラと、日本ラテン音楽協会を設立。 1970年から1971年頃よりフォルクローレに興味を持ち始め、1973年には本場ペルーの首都リまで単独コンサートを催した。または聖フォルクローレ曲インカ王女の子守歌も披露した。その後も音楽の道への追求は続き、1980年代にはロシア音楽に興味を持ち、100万本のバラなどを言語で披露するまでに至る。 歌手生活40周年コンサートでは、ドドイツまで歌った。また、1982年からは、双葉明子、並木道子、安藤マリ子、柴田鶴子と、コロンビア5人会を立ち上げ、老人ホーム慰問からハワイ公演、演劇まで幅広く活動した。1995年には、デビュー50周年記念で、並木道子、岡本厚夫とそれぞれ新曲を発売し、 健在ぶりをアピールした。なお、池、並木、岡本の3人は同じコロンビアに所属し、デビューも同期であった。このことは池谷並木が後年出演したテレビ番組の中で自ら語っている。裁晩年までテレビ、ラジオ、舞台に活躍し続けたが、2000年5月28日、ホテルでの歌謡ショーで、センチメンタルジャーニーを歌い終わった直後に、 雲膜下出血で倒れ、同月30日成去。去年83、愛称は愛く。夫、鈴木勝と共に、三日月都子に関するカテゴリー。ありがとうございます。